よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。嘘、もしかして本当に分かってないの？ソン君ってばどうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことは分かるのよね？あんたに決まってるじゃない。っていうか何なのよその変な口調は。ほらこれが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からするとあんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？あーもうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よこの大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえセルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものよ。孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫君状況はよくわかんないけどさっさと16号をやっつけちゃってよ。ってまさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするがお前が死ぬことはない。安心、殺すわけにはいかないからな。お前の才能は本物のようだ。ならばこちらも手は抜かない。行くと。 Counter!
リンクして間もないというのに、なかなかやるな。こんにちは、ブルマさん。ごちそうをいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽどおいしいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ？おめえ誰だ？それに、ここどこだ？変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ？なあ、おめえなんか知らねえか？もしわかんなら教えてくれ。おめえがおらの体に入ってるって？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりに、この波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて、世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん。ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだから、あいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？
自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねんか？ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り、悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは、他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。どうすればいいのよ。全員が動けなくなっちゃうなんて今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。やる。
おかえりなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、ソン君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい、出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけんどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえんか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてたって、ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だとあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。